欧州司法裁判所は欧州連合の基本条約や法令を司さどり、これらを適切に解釈し、域内において平等に適用することを目的として設置されている機関。欧州連合における最高裁判所に相当する。英語では、ヨーロピアンコートオブジャスティスエクジと表記するのが一般的である。基本条約上は、コートジャスティスオブザヨーロピアンコミュニティーズといったが、 2009年発行のリスボン条約で正式名称がコー d オブジャスティスオブザヨーロピアンユニオンと改められた。ルクセンブルクの首都ルクセンブルク市に司法裁判所、裁判所、特別裁判所の3つのパートからなる常置機関として設置されているによる。欧州連合においては欧州議会や欧州連合理事会、欧州委員会などの機関が法律を制定、執行しているが、 このような法律が欧州共同体設立条約や欧州連合条約といった基本条約と整合しないということが起こりうる。例えるならば国内においてある法律が憲法の規定に反するという状況だが通常こういった場合はその国における裁判所において憲法とその法律を解釈し整合性の審査が行われる。ところが欧州連合の法律について 加盟国内の裁判所が判断を下すとなると、その判断が欧州連合全体で統一的なものにならないことが生じうる。そこで欧州共同体設立条約により、欧州司法裁判所は EU 法について排他的に判断する権限が与えられ、統一的な法の解釈を行っている。また加盟国が基本条約や、 第二次法で定められている義務を履行しない場合には、欧州委員会の請求を受けて、欧州司法裁判所は違法状態の認定を行ったり、違法とされた当該国が対応しない時には、高額の罰金を課したりすることによって、各種法令、特に基本条約の尊重の確保に当たっている。欧州司法裁判所の正式名称は、欧州連合の公用語で表記される。 欧州連合の公用語は2007年1月1日時点では23言語となっており、欧州司法裁判所の正式名称もそれぞれの言語で表記されている。欧州司法裁判所は欧州共同体設立条約第220条により27人の判事と8人の法務官で構成されている。また裁判所は事務を統括する事務局長を任命している。 判事の任命にあたって各加盟国は自国籍を有する者1名を推薦し全加盟国が相互に承認することで選出される通常判事の数は加盟国の数と一致するが欧州司法裁判所には必ず奇数人数の判事を置くことになっているので加盟国数が偶数になった時には追加の判事1名が任命される任期は6年で再任することができる 三年ごとに十三名、または十四名を改選する。任命された判事は五選で、欧州司法裁判所長官を選出する。長官の任期は三年で再任は可能である。2015年10月8日からは、ベルギー出身のクーン・レナールツが長官を務めている。法務官は、裁判所の継続事件について公平で独立した立場から意見を述べることで、裁判所を補佐している。 判事と同様に法務官は各国の推薦を受け全加盟国の相互承認を経て任命されるが8人の法務官のうち5人は欧州連合の5大国の国籍を有する者から任命され残りの3人は5大国以外の22カ国から臨番制で任命されるまた裁判所は8人の法務官の中から1名を首席法務官に任命する首席法務官の任期は1年で 第一審裁判所の判決について、欧州司法裁判所で審査するかを提案する。リスボン条約では常任の法務官について、従来の5カ国に加えて、かねてからこのポストを求めていたポーランドからも任命されることになっており、全体の人数も8名から11名に増員される。欧州連合条約が発行した時点においては、 欧州司法裁判所に与えられた権限は限られたものであった。特に3つの柱のうち第1の柱である欧州共同体に関する分野については管轄権を有していたものの他の2つの分野については全くと言って良いほど管轄権が与えられていなかった。このことは欧州連合条約や欧州共同体設立条約において同裁判所が 欧州連合の司法裁判所とされていないことからも伺うことができる。現在ではアムステルダム条約により第3の柱である警察、刑事司法協力の分野に関しても一定の条件のもとで部分的に管轄権が認められている。欧州司法裁判所が管轄する事案には以下のものが挙げられる。従って第2の柱である共通外交。 安全保障政策に関する分野については、欧州司法裁判所は一切の管轄権を有していない。欧州司法裁判所には、欧州共同体設立条約により3種類の法廷が存在する。どの法廷で事件を扱うかについては、すべての判事と法務官からなる総会で決定する。全法廷は、すべての判事が担当する。取り扱う事案は、 欧州司法裁判所規定に以下の4つが定められている。大法廷は13人の判事が担当し、長官が裁判長を務める。また判決にあたっては、最低9人の判事の出席を要する。取り扱う事案は重要なものであり、欧州司法裁判所規定で定められる。また裁判の当事者となる加盟国、または欧州連合の機関が求めたときは大法廷で、 審理しなければならない。小法廷は3人、または5人の判事が担当する。3人からなる小法廷の裁判長の任期は1年、5人からなる小法廷の裁判長の任期は3年である。多くの事案は、この小法廷で審理され、判決には最低3人の判事の出席を要する。また、欧州司法裁判所で用いられる言語は加盟国の、 それぞれの公用語である23言語であり、審理においては事案ごとに使い分けられているが、裁判所内での作業言語はフランス語が使われており、判決文はフランス語で起草された後に事案によって翻訳されている。欧州司法裁判所で審理される案件は、欧州共同大設立条約により分類されている。主な類型は以下のものが挙げられる。義務不履行訴訟とは、 ある加盟国が欧州連合の各種法令に違反している状態にあると考えられるとき、欧州委員会、または他の加盟国は当該国を相手にし、欧州司法裁判所に対して違法状態の認定を求める訴えである。これに先立ち、欧州委員会は当該国の意見を聞き、当該国に対し問題となっている事態に対応させるよう努めなければならない。 当該国がこれに従わなければ、提訴となるが、その後欧州司法裁判所が違法を認定してもなお、対応しない場合は、欧州連合条約により、欧州委員会の要請を受けて、欧州司法裁判所は、当該国に対して、制裁措置を取ることができる。欧州連合の初期間が制定した、拘束力のある法令について、その適法性を審査することを求めて提訴することが、できる。 欧州司法裁判所は該当する法令について、権限の献血、重大な手続きを権違反、基本条約や他の EU 法違反、権限の乱用が認められれば、制定時にまで遡り、すべてのものを対象に無効を宣言することができる。ただしこの訴えを提起できるものには、以下の条件がある。加盟国、欧州議会、欧州連合理事会、欧州委員会は常に、 提起できる、欧州会計監査員と欧州中央銀行は、自らの権利を守る場合に制限される個人や、法人については、当該法令による効果が、直接的かつ個人的に受ける場合に限定される、欧州議会、欧州連合理事会、欧州委員会、欧州会計監査員、欧州中央銀行が、欧州連合の活動のために必要な行動をしない、とき、これらの機関を被告として、 不作為の違法法認定を欧州司法裁判所に求めることができるこの訴えを提起できるのは加盟国、欧州議会、欧州連合理事会、欧州委員会、欧州会計監査員欧州中央銀行のほか、個人や法人も諸機関が法令を制定しないことについて、原告となり得る。ただし原告は提訴する前に、当該機関に対して行動するよう求めなければならず、 二ヶ月以内に当該機関が行動しなければ提訴をすることができる。欧州連合の諸機関やその管理の職務の行為によって損害が発生したときは加盟国は欧州司法裁判所に損害賠償請求訴訟を提起することができる。第一新裁判所の採決につき法的な部分を改めて審査することを欧州司法裁判所に対して求めることができる。 欧州連合の三つの柱のうち欧州共同体分野の法令は加盟各国の行政機関が適用、執行している。したがってこの分野の法令は加盟国内の裁判所における審理においても用いることができる。この時樹諸裁判所は欧州司法裁判所に対して法解釈の紹介をしなければならない。欧州司法裁判所は紹介を受けた事案につき、 意見を発することができるが、受訴裁判所は、この意見に基づいた判決を下すこととなる。また、欧州司法裁判所が発した意見は、受訴裁判所の、他、加盟国のすべての裁判所における、同様の事案に対する判断を拘束する。このことから、欧州司法裁判所の意見を、先行判決という。欧州司法裁判所は1952年の創立以来、 単独で法解釈に係る案件を裁いてきたが、加盟国や各機関の拡大や EU 法の充実により、審査対象が増加したことにより、その負担が大きくなっていった。そこで1988年に、単一欧州議定書に基づき、欧州連合理事会において、日新制の整備も兼ねて第一新裁判所の導入が、決定され、翌年に、 欧州司法裁判所に併設された。その後2003年には、ニース条約により、第一審裁判所の独自性が認められるようになった。第一審裁判所では、個人や法人が提起する訴訟の多数を継続する。また、ニース条約では、さらなる負担軽減策として、第一審裁判所のもとに、司法省委員会を設置することを認め、 特定分野の訴訟を扱うことができるようにした。これを受けて、欧州連合理事会は、欧州連合の職期間とその職員との間の雇用条件や職務規定に関する訴訟を扱う特別裁判所として、欧州連合公務員裁判所を設置した。欧州司法裁判所は、ドイツ連邦共和国基本法が欧州連合の条約と整合しないために違法で、あるとした2001年の裁定のために、 一部の欧州、会議論者から恐れられている。欧州司法裁判所は、基本条約及びその第二次法となる法令がいかなる、加盟国内の法よりも優先するという判決を、たびたび出している。したがって、欧州司法裁判所は、欧州連合の法に整合しないかなる、加盟国国内法も無効であると宣言する権限を、持っている。ありがとうございます。